こんにちは。今回は TP-Link、Wi-Fi、無線 LAN、ルーター、Archer C6 のレビューです。半年ほど前になるんですが、同じ TP-Link の無線 LAN 中継機を購入しました。その時は、この中継機だけで家の中のネット環境を満足できてたんですが、この度、自分の部屋のPC などの家具を配置替えしまして、それでその途端ネットワークの調子が悪くなってしまいました。 MacPC は時々悪くて、で Windows PC になると起動時は必ず接続に失敗するようになってしまいました。ということで今回こちらの商品を購入することにしました。中継機のレビューの動画でも絶対この商品を買った方がいいというコメントをいただいてたんですよね。ただ前回は同居人からまあ繋がるんだしとか物を増えるとちょっとなーみたいに言われたんですよね。今回の騒動でネット繋がらないと仕事ができなくなって家賃払えないぞと逆ギレしてしまいまして、それでしょうがないということになり購入することができました。ということでパッケージはこのようになっています。こちらの商品は Amazon でセール時に2590円で購入しました。パッケージの裏面はこんな感じです。側面はこうで、通信を安定化するための機能が備わっているんですね。中身ですが、本体とLANケーブル、電源アダプター、説明書などが入っていました。サイズ感は大体ですが、こんな感じです。縦横はそこそこの大きさですが、薄いです。本体の裏には壁にかける穴もついています。重さは 348g ほどでした。ちょっと気になったのが、本体の模様がラメ感というかテカリが目立ちます。あと目立つといえばこのアンテナでしょうか。アンテナの角度でさらに改善できるようなのですが、ちょっと大きいですね。それで今回はブリッジモードで今までにあったルーターのそばに置いて、このアーチャー C6 を直つなぎで接続しました。ルーターは2階にあります。私の部屋は1階です。中継機は今までは1階の部屋の外の階段下に設置していたのですが、これを私の部屋に移しました。アーチャー C6 は電源を入れてルーターとつなげるとすぐに使えるようになりました。このアーチャー C6 と前回購入した中継機の接続は、前も紹介したテザーというスマホアプリで行いました。私は簡単に接続できましたが、ちょっと知識がないと接続は手こずるかもしれません。設定項目がいろいろあって分かりにくい感じがしますね。この段階で私の PC から直接 Archer C6 に接続できましたし、中継機経由でも接続できましたが、やはり安定はしませんでした。でこのままだと買って損したとなるのですが、ここからが本番で、このルーターの機能のワンメッシュという機能を利用したいと思います。中継機のレビュー動画の時にコメントいただいたのですが、この機能が目玉らしいです。ワンメッシュを簡単に言うと、信号強化を高める機能とのことで、それによって家の隅々でも快適なインターネットを利用できるようになります。こちらの機能はアプリのこの項目より簡単に設定可能でした。で、ワンメッシュ機能を設定した結果ですが、すごく安定するようになりました。Windows、Mac とともに起動時からネットワークに問題なく接続できています。私の環境ではネットの速度はあまり変わらない気がしました。安定性向上を目的とする機能だと思いました。いやー、ワンメッシュ最高ですね。
集計機の時にコメントいただいた方、本当にありがとうございます。しばらく使ってみて、問題あればまた動画出そうと思いますが、この商品は今のところ購入して大満足ですね。レビューは以上です。